ファンワークスは映像制作、コンテンツプロデュースを手掛ける日本のクリエイティブエージェンシーである。広告代理店、映像制作プロダクション、アニメプロダクション出身の高山明が2005年8月、インディーズアニメのビジネス支援を目的に設立。フットワークでアートワークを集め、ネットワークで配信するという事業の内容と、ファンで業界に新しい風を起こすという思いから、社名を、 ファンワークスとする。アニメ、映像、キャラクターのプロデュース、クリエイターのマネジメント、ウェブコミュニケーション手法の提案など、コンテンツビジネスを総合的に提案する。最近では、TV 番組のオープニング制作や CM 制作など、TV 関係の仕事も手がける。初プロデュース作品、柔らか戦車は、 各種ブログや口コミ、各メディアで紹介され1日最大70万アクセスを記録する大ヒット作品となる。その後、東京オンリーピック、杉並区、波助、もふもふなど、数々のプロジェクトをプロデュース。2008年5月より、高山明が東京大学大学院情報学監督人、研究員として、 大学との産学連携によるキャラビーズ研究プロジェクトの立ち上げに参加。2009年から2010年にかけては、大ヒット絵本、熊野学校の映画制作、観光をテーマにしたキャラアニメのプロデュース、大手モバイル系メーカーのテレビ CM 制作など、多岐にわたるプロジェクトが進行中。柔らか戦車にて、文化庁、メディア芸術百選エンターテインメント部門1位、 2007年総務省 AMD アワードベストビジュアルデザイナー賞2006年ウェブオブザイヤー、話題賞2位東京オンリーピックにて2008年第23回デジタルコンテンツグランプリ審査員特別賞受賞富山観光アニメプロジェクトにて2009年第24回デジタルコンテンツグランプリ錦木賞受賞ありがとうございます